ろしいでしょうか。はい。すいませんね。あ、はい、もう午後になってしまったんですけど、今日ははい、はい、しかもまだ2人ともパジャマというゆるい平日になっております。はい、はい、いいですか。ちょっと一応カメラ今回してるんですけど、はい、リミさん、はい、今カメラ回してるんだけど、リミやばい、あーなーに、いいですか、リミさん、いいですか。いや、じゃあちょっとしほちゃんの隣にさ行ってくれる。あの、突然なんですけど、ママの質問に答えてもらってもよろしいでしょうか。嫌でーす。すいません。いいですか。いいですよ。ママの質問にね、答えてね、もらいたいと思います。嫌な予感しかしないけど、しほちゃんの好きな色は 何色でしょうか。え、なんで笑ってんの。好きな色、うん、ピンクです。ピンク、そうですね。リミさんの好きな色は何色ですか。水色です。はい、水色でございます。はい、ということでですね、今日はですね、企画がございます。嫌な予感じしないな、しないな。今からですね、はい、はい、ワンカラーチャレンジをしたいと思います。イエーイ。リミちゃんの頭の上にはハテナしかついてませんね。何ワンカラーってって思ってますか。ワンカラー。今日はですね、これからリミちゃんは大好きな大好きな大好きな水色しか触れられない生活でございます。例えば洋服も水色を着なきゃいけないし、え、床は床、まあそういうところはごめんなさい。そこまで家をね、今からね、水色の部屋にするとか、ピンクの部屋に、まあピンクの部屋にするとかは無理なので、あの、できる範囲でで申し訳ないんですけど、そこはあの外出もほどほどにしなきゃいけないっていう自粛中なので、あの、のんきにお買い物とかも行けない状況ですし、こう今家の中にあるものだけでできる限りやれたらなと思う所存でございます。いいですか。わ、はい、かりました。なので、あまりね、あの、それ絶対ピンクじゃないじゃんとか、それ絶対水色じゃないじゃんって思うところも多々あるかと思うんですけど、そこはちょっとね、あの、家の中であるもので頑張ってるんだなって、こう多めに見ていただけたらね、うん、嬉しいです。じゃあリミ、これからエルサになるね。あ、そうだね、リミはこれからありのエルサみたいな水色コーデあるかな。まずあるかどうかも分かんない。絵描いてもいいの。絵を描くときは水色しか使えません。うわ、え、水色の色のシャープあるの。ある。あ、じゃあそれでもいいよ。水色のシャープ、色のシャーペンならいいよ。で、髪は髪、髪の毛は、もう髪の毛は染められないので。ああ、髪染めたかったの。違う、そういう髪じゃない。何、ああ、描く髪。それはいいでしょう。今からちょっと水色用意できないので。ピンクはね、あったんだよね、昨日髪、下に髪がピンクの髪、うん、昨日ね、片付けしてたら髪の髪出てきた。描けない。はい、でね、はい、スマホもピンクのこうカバーと画面を、待ち受け画面をピンク。リミちゃんはスマホも水色のカバーあったかな。あるよ。あったよね。それに水色の画面にすれば OK です。かって、もうリミ水色の画面だ。そうだね、あなたはもともとそうだからね。ということで、しほちゃんもメイクをするならピンクメイクなら OK です。ピンクの口紅、ピンクのアイシャドウとか、ピンクだったら OK です。よかったね、ピンクで。うん、よかったよかった。これで金色とか言ったら、金色の口紅とかないよね。はい、ということで、大体わかりましたか。とりあえず、すべての色、すべての色じゃない。とりあえず、しほちゃんは一日ピンク、リミちゃんは一日水色で過ごさなければいけません。食べ物ないんじゃん。そうね、食べ物はね、ちょっと考えます。頑張ってね。とりあえず一応24時間チャレンジです。チャレンジね。で、対決です。対決、今回は姉妹対決。あ、じゃあ私勝つ気しかしないわ。で、途中で
ピンク、しょうちゃんはピンクじゃないもの、りみちゃんは水色じゃないものを使ったり、うん、食べたり飲んだり、うん、え、じゃあピンクの飲み物飲まなきゃいけないの？いけません。であと一応ね、ちょっと今買い物にも行けてない状態なので水だけは透明なので OK とします。やっぱ水はね飲めないとちょっと干からびちゃったら大変なので、実際ちょっと水色の飲み物ってのが今我が家にもないし、ピンクの飲み物は？ピンクの飲み物もないので、すいません、水だけは透明なので両方ともね見えないということで OK にさせてください。やったー。はい、一応基本的には明日のお昼ぐらいまで24時間なのでピンクチャレンジなんですけども、まあ2人で対決なのでどちらかが脱落したらもうそこで負けです。わかりました。で、はい、勝者には素晴らしい商品をご用意しております。なんと昨日部屋を掃除してたら、はい、商品券が出てまいりました。あ、美味しいハーゲンダッツ4個も食べれる券が出てきたので、勝者にはハーゲンダッツ4個を差し上げたいと思います。え、1人で4個ですか？はい。ぶたりする気ですか？ぶたりする気です。あれ、嬉しくなかった？ハーゲンダッツ4つだよ。高級ですよ。もし普段ちゃん買ったらさ、ちょうだい、無理無理無理。ハーゲンダッツ4つは買えないですからね、普通買えないというか買わないですね。買わないですね。私チョコモナカジャムとか買っちゃうので。そうそうそう、いつもお安いアイスしか食べないので。ママママ、なんでしょう、リミさん。似てリミ水色じゃん、うん、だから青とかでもいいの？青、なるべく水色でお願いします。え、じゃあさ、なるべくってことは私も赤使っていいですか？いや、赤とピンクは違うのでね、うん、ピンクはピンクでお願いします。赤を薄めたらピンクになるわけです、うん、うんうん。青を薄めたら水色になるわけです、うん、で、リミはなるべくじゃないですか、うん、なんで私はダメなんですか？いや、青の世界はね、狭いんですよ。青の世界は狭くて、うん、あ、2色使いたいってアピール、それ。まあそれは OK です。じゃあまずは2人ともパジャーマーなので着替えてください。はい、まずはしほちゃん、ピンクの服で。ピンクの服？服もピンクですか？もちろんでございます。りみちゃんは水色の洋服着てきてください。水色が、はい、ちょっと閉めないでくれ。着替えた？あ、じゃありみちゃんからどうぞ。全身水色。まあ、ズボンはちょっとデニムでちょっと 青いんですけど、すいません。じゃあしょうちゃんもどうぞ。お、ピンクです。まあベルトとかはちょっと黒いけど、あとなんと靴下までピンクです。はい、はい、じゃあ2人ともね、自分の決まったコーデの洋服なりました。はい、こんな感じでございます。私はエチエチピンクに愛された女、しほ、よろしくね。あ、ねえ、撮ってますけど。いいんですか？はい、ということでですね、今ね、片付けてる時に、携帯もね、スマホもちゃんとね、色にして戻ってきてもらいました。見てください、超昔のやつ。いいですね、このピンクのかわいいかわいいギョロメのかわいいかわいいケース。しかもね、ほら、うん、ちゃんとピンクの待ち受けもちゃんとピンクにしました。はい、なぜかうんちくんがくっついてますけど。あって私の相方だから。しかもサングラスまでかけちゃって。じゃあリミちゃんもじゃあちょっとこっち来て見せてください。はいはい、はい、じゃあ、じゃん、これ前使ってたもんね、ちょうどね。うん、使ってたわ。よかった、取っといて。で、中身も見せてください。はい。これ水色？水色。まあ、OK でしょう。水色も入ってるので。やったー。もともと2人はね、もう待ち受け変えることなくピンクと水色でした、そのまま。あ、私は、うん、白黒です。
あ、そうなの？たまたまピンクだったの？いや、さっき変えた。あ、早っもう変えてくれてたのね、うん、早いですね、翔さん、やることはやっぱり。あ、キーボードもカラオじゃない方がいいよね。まあ、うん、まあでも変えとくわ。変えようが早いですね。まあ24時間だけなのでね、見てください。まあ、ピンク、よくない？あ、ピンク映ってる？おう、ピンクピンク、オッケー。リミは？できた？キーボードできた。じゃあ見せてください。うわ、リミもリミで超近近キリリン。おお、いいですね。見て、これ私したら青やん。おお、いいですね。これでね、2人ともスマホでは自由に見たり聞いたりできそうでございますね。はい、はい、はい、リミちゃんはね、クマちゃん登場です。これももちろん水色なので、はい、仲良くしてください。こんにちは。こんにちは。はい、相棒。はい、じゃあね、あることに気づきました。漫画もピンクと水色になりました。はい、ピンク、ありがとう。はい、水色、なんだっけこれ。自爆少年花子くんね。リミ、ネタバレになるからね、言っちゃダメなんだよ。わかった。未来。はい、ということでね、はい、まあ、あの生活空間は別に問わないんですけど、さすがにちょっとね、そこまでは徹底できないんですけど。はい、じゃあ24時間ワンカラーチャレンジ頑張るぞ。なんとしほちゃんはもうソファーから、まあ、人間に部屋がピンクだから普通にピンク生活ですね。そうですね。やばいですね。でしょ、全部ピンクで。私八巻読みたい。八巻が一番好きなの。いや、今日はそのピンクの漫画しか読めません。七巻で八巻を読み八巻が一番好きなの私。いや、ピンクの紙を触ればいいんだよ。ピンクの紙で表紙を作ればいい。なにそれ。漫画の表紙をピンクにすればいいんだよ。めんどくさ。下にピンクの画用紙みたいになったよね。取ってきて。はい、漫画。うん、はい、リミちゃんもね、自分のね、お部屋のソファーが水色、まあ青なんですけども水色ということで、水色のお人形さんたちと水色生活でございます。カバーをピンクにしようと今一生懸命作っております。ピンクの紙で、たまたまね、たまたま昨日家の片付けをしてたらこれが出てきて、しほちゃんにあげたんですよね。うんうん。で、ちゃんと使ってる定規もピンクだし、それ何ですか、書いてるもの。ボールペンです。ピンクですか。ピンクです。はい、ピンクのボールペンアンドハサミも、まあ、一応ちょっと汚いですけどピンクです。はい、学校で使ってる。うん、OK、うん、で、できた。できた、できました。ピンクのカバーできた。何巻がいいですか。8巻がいいです。8巻で青いやつ。はい、ということでね、こちらの8巻が読みたいそうなので、こちらを、8巻が一番好きなんですよ。そうなんだ。こちらをこのね、作ったカバーに入れたいと思います。そしたら読めるってこと。なるほど。じゃじゃーん、ということで一気にピンクの画になりました。わーい、どうぞ。ありがとう。これでピンクの本ということに
なりました。しばらく読むということですね。はい、はい、ソファーで読む。そうだね。ミミちゃん何をしてるんですか？パズル。パズル。袋見せて、袋。これは永久に遊べるパズルって書いてある。見えるかな？こんな感じね。永久に遊べるパズル。これね、前ね、ロフトで買いましたね。うん、なんかすごい永久に遊べるんだ。本当に永久なの、リミ？うん。もう何通りも遊び方がある感じ？うん。これもね、一応水色、まあ青なんですけど、水色ということで遊んでます。大丈夫ですか？大丈夫。ママ、あと1個入んない。難しいね。ちゃんとやらないと閉まらないってこと？ちゃんと入れないと入んないんだ。あら、いや、片付けるのも大変ってこと？うん。閉まんない。そっか、これは大変だ。全部しちゃおう。あ、乗ってるんだ、答え。乗ってない。どうやってズルするの？ここに書いてあるよ。ズルじゃん。あ、でも全部が乗ってるわけじゃないんだ。そうです。一部しか乗ってないってこと？そうですよ。あれ？できた。おお、すごい、できたじゃん。終了。これ見たら、できた。はい、じゃあね、ちょっとね、おやつの時間になったので、はい、おやつを食べたいと思います。で、ごめんなさい、あの、買い物には行けてないので、家にあったお菓子を。早い早い、レミちゃん早い。いい、みそこそこ置いといていい。はい、いいね。はい、じゃあね、家にあったお菓子をかき集めて、はい、ママ参りました。はい、はい、一応ね、この包装でちょっと決めさせていただきました。中身じゃなくて見た目です、色の。見た目。はい、見た目でございます。はい、はい、せーの、じゃじゃーん。まだ見せてないから。早いよ、しほちゃん。まだ画面にしーちゃんとりみちゃんしか映ってないの。フライングワン、フライングツーね。本当だよ。せーの、じゃーん。映ったの画面に、しーちゃん。いただきますじゃなくてさ。はい、じゃあちょっと今カメラを。待って。何？こまちゃんのリボンが。じゃあしほちゃんの方のお菓子を先にね、ちょっと見てみましょう。ピンクのがちょっと少なかったんですけど、はい、こんな感じです。確かなんか一つ赤っぽいものが入ってるような。でも一応ストロベリーってピンクかなということで1個入れときました。あとチョコが4つですね。チョコはこれは濃いけどピンクですね、ちゃんと。ピンクですね。これコストコの、コストコで買ったチョコですね。うん、美味しいんです、これね。しおちゃん大好きなんだよね。大好きなんですよ。で、このミニバームロールも4つね。これ家にあった。ちょっと中ボロボロかもしれない。で、あとボーロ。ボーロね、水分ボーロ。まだあったね。でもまだ賞味期限大丈夫なんで食べれます。ポイフル。ポイフルもありました。で、あとカプリコミニですね。うん、あとから私名前わかんないんだけど、これなんだか、チョコレートのね、ビスケットだと思う。ビスケットにチョコがかかってるようつかな。へえ、わかんないけど。はい、こんな感じです。はい、で、次リミちゃん。はい、ちょっとじゃあしほちゃんに結んでもらってね。なんかくまちゃんのリボンがね、結べないって言って。でもこれ小結びになってるけど。うん、はい、じゃありみちゃんのお菓子見ていきます。はい、じゃじゃーん。なんとしほちゃんの大大大好きなオレオはりみちゃん行きになってしまいました。ひどい。いや、でも色がさ、ひどい。どう見てもこれは水色でしょ。私のオレオを奪うなんて。ひどい。ねえ、この塩分チャージ、まさしくこれは夏のあまりですね。確かに。で、この塩タブレットラムネも夏のあまりでございます。でもまだ賞味期限先なんで大丈夫です。あ、
くもちゃん復活ですね。はい、であとこのね、もじ食べるラムネ、これも多分もらい物です。うちは多分これ買わないので、でもまだ賞味期限も大丈夫なのでね。で、あと、ちょっと青だけど、これがありました。プチ、クロココア。ね、同じじゃない、ね、で、あと、しろちゃんと同じのコストコのチョコレートも水色もあります。おー、油っ朝ラーイ。はい、で、あとこれ、これなんだっけ、ハイチュウ、があった。ハイチュウが水色でした。ハイチュウ。お菓子はなんか、リミちゃんの方が一見豊富そうに見えるけども、リミちゃん的にはこの辺のなんか塩チャージとかいらないって言ってるんで。はい。でもね、結構、まあ見た目だけだけど、結構あったよね。買い物行ってない割には、あったと思います。ね。ね。はい、じゃあ食べよう。いただきます。はい。私、ボーロ大好きなんですよ。そう、しょこちゃん、ボーロ大好きなんだよね。いいや。夜ご飯の前に。まだ今日はおやつだからね。でも夜ご飯まだまだだよ。だってしょうちゃんダンスもあるし。今日はね、しょうちゃん習い事がねあるんですよ。ね、先週から習い事が復活しまして、うん、今月しばらく休みだったんですけど、うん、学校の休みにね伴ってね。で、ダンス。うん。硬かった。はい、中。でもなんか不思議だね、2人でいてさ、食べるものが違うって、隣にいるのにね。そう、うん、でかくない、面白くない、なんか私いつもオレオでレミがなんかいつもハイチュウ食べてる気がする。でもなんかこの色の配分はさ、よく見てるわけよ。ランドセルとかもさ、シホはピンクでさ、リミは水色じゃん、うん、だからなんかもうリミは水色、シホはピンクっていうのはママの頭の中ではもう全然違和感がないんだけど、うん、こうやってなんか全てをピンク、全てを水色にすると、なんか面白いね。ここの部屋ピンクまみれ。そう、だから結構ね、しほちゃんはね、全てのものがピンクだから、別になんか困らないっていうかね、そこまで困らないよね。なんか、普通にピンクのものだらけだから。確かに、うんうん。リミちゃんもどっちかっていうと一応水色のもの多いけど、さすがになんか生活っていう感じではないもんね。でどうなることでしょうか。まあ一応携帯が使えるだけでもね、いいと思います、ね、はい。ダンス行ってる間はリミちゃんはお留守番だね。むやみにね、外出も良くないので、しほちゃんはちょっと習い事なのでしょうがないんですけど、まあ、習い事もね、すごくもう厳重にそうなんですよ、対策してくれてて、ね、うん、一つの部屋に必ず1個アルコールがあって、うんうん、目の前の、そう、なんか隣すごい部屋、間近の距離なのに、2つあるっていう、そう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 、で、受付にもあるんだよね。本当にいっぱいあって、で、お部屋も1時間しかダンスやんないんですけど、換気もしてくれるし、結構やっぱね、シビアにこうね、やっぱ周りの人たちも気を使って、そう、マスクしてダンスも OK、 気になる人はしてくださいっていうことです。まあ強制ではないんだよね、やはりちょっとね、ダンスなので私はしない派なんですけど、うん、暑いの苦手なんで、うん、まあ、しょうちゃんも行きと帰りはもちろんするんだけど、ダンスしてる時はちょっと取ってね、はい、まあ消毒して口とかに何も入れない、触らないっていうことでね、はい。で、あと水分補給タイムもあるので、まあ、水分もね、いいことなんでね、水で流すことはいいことなので、やっぱ水分は絶対取った方が、菌がもしついても水分で流して大丈夫なこともあるみたいなので、水分補給も本当大事みたいです。はい、ということで、夕方からはちょっとね、はい、お出かけしたいと思います。なので今日はね、振り替えが30分プラスされるので、ちょっと早めに30分いつもより早く出なきゃいけないので、うん、おやつ食べてちょっとゆっくりしたら、もうお出かけっていうか行かないといけないね。いいですね。あ、なんかちょっとほら、ダメだよ。いいの？はい、じゃあしばらくね、はい、おやつ食べたいと思います、はい。